うんうん、これはいい剣だ。素晴らしい品だな。あれ、オーレルだ。何見てるの？見ればわかるだろう。剣だ、剣。剣士たるもの、剣は己の魂に等しい。剣の質が勝負を分けることもあるからな。だから僕は常により良い剣を探し求めているんだ。剣の目利きも剣士には必修ってな。へえ、そうなんだ。うんうん。じゃあさっきオーレルが見てたその剣もすごいものなの？ええ、その通り。それはとある名工が作ったもので、そうですね、お値段100万コールはくだらないかと。100万とひゃー、そんなにするの？残念だったね、オーレル。いくらいい剣でもその値段は。よし、買うか。買うの？っていうか買えるの？ああ、金には余裕があるからな。この剣が100万で買えるのなら。あ、お腹鳴っちゃった。どう？ごめん、私のお腹空気読むの苦手で。仕方ない。この値段ならしばらく売れないだろう。おい、ルルア、飯を食いに行くぞ。僕も腹が減ったし、おごってやる。お、いいの？どうしたの、オーレル？単なる気まぐれだ。それにお前がいたらゆっくり剣を見られないしな。行くぞ。それはごめんけど、誘ってくれて嬉しいよ。じゃあどこに行こうか。お、オーレルは好きな食べ物あるの？ハンバーグ。お、そうなんだ。やっぱりお子ちゃんは。カレー好きのお前に言われたくない。行くぞ、ほら。はーい。まあ、カレーとハンバーグならどこにでもあるよね。オーレル、ありがとね。